空き瓶にローズウィンドウペーパーを貼ってランタンを作ります。折り紙の大きさの紙を16等分します。水で溶いたボンドを使って瓶に貼っていきます。仕上げにニスの代わりに水溶きボンドを一周塗ります。今度は並べないでランダムに貼ってみます。紙は切らずに手でちぎって貼るのも素敵です。逆さまにしてしばらく乾かします。モールや針金や紐で持ち手をつけると便利です。綺麗ですね。中には小さなろうそくが入っていました。今度はこれを入れてみますね。夏の夜にはこんな明かりで楽しみたいですね。